ではグルムとデブル増えてきたと思います。今日はですねシーズン5が始まって何かとバグに忙しいシーズン5なんですが、またですねおいで新しいバグいろいろ見つかっておりますので、ちょっとそこら辺でビルドに関係する大事なバグなのね。なのでちょっとそこはみんなと共有した方がいいかなというところで、みんなとねあのスキルとかの面でちょっとここおかしいよっていうのをやっていきたいと思います。という感じで本日もくじいってみましょう。1つ目シーズン5のバグ、2つ目ユニークがやばいで、最後にまとめという形でやっていきたいと思います。でまず1つ目なんですけど、シーズン5ね結構やっぱバグが今多くて、かなり極炎軍団とかが良くて、シーズン自体はめっちゃ楽しい、すげえいい感じのシーズンなんだけど、ちょっとどうしてもバグがっていうところが足を引っ張ってます。で一応ねあの新しくホットフィックスも実は2回目がもう入ってます。今シーズンが開幕して4日目とか3日目ぐらいなんだけど、まあ、早速ですねいろんなことが起きていて、バグ修正もどんどん後追いで入っているって感じで、一応ねあの最新 の, あのホットフィックスっていうバグ修正のアップデートに関しては2つねあの修正されてて、1つ目があのアビススクロールっていうこの深淵の巻物かっていうのがあって、この深淵の巻物があの極炎軍団でドロップしたとするじゃん。でそれをインベントリーに入れたらインベントリーから消える、あのよくわかんないんだけど、深淵の巻物が要するになくなるっていうバグがあったんだけど、それがあの解消されたので、極炎軍団で深淵の巻物をゲットしてもちゃんとあのなんていうかな持ち帰れるっていう形になってます。でもう一個がめちゃくちゃ大事だったんだけど、これはすごい生放送とかでもなんかだいぶ来てるよねって話あったんだけど、あのアイテムのドロップ、まあ、装備品のドロップがアクセサリードロップばっかりで、アクセサリーのドロップ多すぎないとか偏ってないっていう形になってたのね。でそれをですね解消して、ちゃんとドロップがいろんな、まあ、あのアイテムが落ちるようになりましたというところで、かなりですね、なんていうかなあのいい感じになったというところですね。なので、まあ、あの俺とかはかなり防具の要するにレジェンダリーの化身が結果的に全然集まんないよねってなってたのが、ちゃんとね、防具とかの化身とかも集まりやすくなったみたいな感じになってますね。なのでそんな感じで、一応ホットフィックスの2回目はこういう風なものが起きたというところなんで、次のですねユニークがビルドに直接影響するレベルで良くないというのをみんなとね見ていきたいと思います。これ何かっていうと、グレーターアフィックスとか、あの大いなる特性とか名工品生成とか の, あのレベルアップで本当は上がるはずのスキルとかが上がらないよねっていう風な形になってるんだよね。これが結構ね大きな問題にはなってて、そこのせいでなんかね想定していたよりもビルドの強さ出力がまあちょっと弱いよねっていう形になってて、じゃあ具体的にどの装備がユニーク装備とかがあの壊れてるのかっていうのを見ていきたいと思うんだけど、一応ねあの海外で結構ねレディットとかでこれがって出てたんだけど、でまず一つ目がドルイドの腰ユニークなんだけど、嵐の旅仲間っていうやつで、まあ、狼の群れのスキルを上げるやつなのかな。でこれがですね上がらないっていう感じらしいです。グレーターアフィックスとか名工品生成マックスにしたとしても上がんないっていう感じになってるので、ちょっとそこら辺がですねあの問題になってるっていうような感じですね。なので、まあ、このせいで結構ですね、まあ、ちょっと残念な感じになってて、出力が上がりづらいよねっていう形にはなってますね。であとはあのオキュラスっていうソーサラの杖、テレポートが上がる杖なんだけど、これがテレポートがプラス12っていうのが通常のマックスなんだけど、これ以上上がらない。でこれもねあの結局あの同じように、まあ、名工品生成とかあとはグレーターフィックスで、引いたとしてもスキル上がってなくねっていう形になって、まあやっぱりさあのスキルが基本的に上がったりするじゃん、グレーターフィックスとかは。なので、まあ、そこら辺でですねちょっと微妙だよねっていう形で言われてます。なので海外でね結構ここら辺 の,、まあ、今回シーズン5でかなりユニークにテコ入れしたけど、そのせいでちょっとバグってるんじゃないかなっていう話がいろいろ出てるんだよね。で、最後に3つ目なんだけど、これもソーサラーなんだけど、ソーサラーの、リングですね、青いバラっていうやつなんだけど、これはこれ何て言うんだ、氷のなんとかが2回爆発する確率、
これが上がらない、この確率がですねグレーターフィックスとか名工品生成で上がらないみたいな形になっているので、結局のところこれ強化したり、あとは、まあ、あのグレーターフィックスでラッキーっていうタイミングになっても旨味が全然なくてちょっとねあの微妙だよねみたいな感じになっているので、そこら辺でねちょっとうーんっていうね、そんなあの中身になっているっていうところです。でここら辺そうなんだけど、実はあのレジェンダリーの化身とかも あって、これはね何回か動画でも言ったことあるんだけど、この賢明なる心っていうののスキルなんだけど、一番最後のねあの文章なんだけど、効果が発動するのは20秒に1回っていう部分っていうこの文言なんだけど、実はあのパッチノートが出た後、まあ、その後出しじゃんけんみたいな形であのパッチの変更というか修正が2回行われたんですが、その行われた内容っていうのが実はこれ60秒にナーフされてるんですね。20秒に1回が60秒に1回にナーフされてるんですよっていうのが適用されてなかったりするのね。なので、まあ、レジェンダリーの化身とかもだいぶ抜けがあるのかなっていうふうに思ってるし、まあ、やっぱりそこら辺で、まあ、何が言いたいかっていうと、ビルドに結局なんだけどまあいろいろ左右されちゃうんですよ。これダイレクトに直結するその中身ではあるので、強くなるはずのところがならないとかで、まあレジェンダリーの化身の方に関してはまああの強くなるっていうか弱くなるはずが強いままっていう感じなんだけど、まあそんな感じで、まあ全然ですねあのなんて言うんだろうな、あのぐちゃぐちゃな感じあのパッチノートから違うしとか、元々のなんかそのなんていうの仕様からちょっとなんかあのちゃんと動かないというか反応しないというか、まああの上がらないようになったりしみたいな、だいぶねなんかねあのいびつな感じになってるっていうね側面もあるので、そこら辺は皆さんね注意してくださいっていうところですね。まあ、結構ねここのあのユニークとかに関しては俺はまだねゲットしてないし、クラスがそもそも違うからあれなんだけど、まあだいぶね動画が出てて俺もみたいな感じでその動画にコメント欄が結構ね来ていたんですよ。なのでそういったところを考えると、おそらく、まあ、実際ねいろんな人が、まあ、こういったところで該当しているのかなというふうに思ったりもするので、まあ、そこら辺でねぜひね、まあ、あのスキルとか、まあ、あの直結するんでねビルドにね気をつけていただければっていう感じですね。まあ、シーズン5めちゃくちゃ楽しいから、かなりね五軒軍団とかも楽しいからちょっともったいない部分ではあるんですけど、俺らがプレイするところですごく大事なところなんでね、まあ、あの知っておいた方が多分いいかなと思ってね一応みんなと共有してみたっていう感じになってますね。であとはねあのその他の一応ねバグとかに関しても実は結構出てたりしていて、あのグレーターフィックスが出ない問題、ちょうど今グレーターフィックス出たんだけど、こんな感じでさ、まあ、あのグレーターフィックスっていう装備が結構ランダムで出たりするじゃん。通常より強いオプション補正のものがドロップするみたいな、でユニークにもあるしレジェンダリーにもあるみたいな、でここら辺がだいぶバグってて、でまず一つ目がシーズンクエストの最後の報酬って確かグレーターフィックス確定なのね。なんだけどグレーターフィックスが出ないっていう問題が結構いろんなところで出てます。なので、まあ、ワンチャン、まあ、別取ってもいいけど、この最後のやつ取らなくてもいいかもって感じ。大いなる特性2つに加えてって書いてあるからねっていう感じかな。まあ3000たる交際を欲しい人はまあ大いなる特性2つ捨ててもいいからみたいなので取ってもいいと思うけど、あの出る人もいれば出ない人もいるみたいな感じで、出ない場合も結構報告されてるって感じで、あとはあのコメント欄であったのは極炎軍団でさ、あのティア3以降はグレーターフィックス大いなる特性確定の宝箱あるじゃん、60個だっけで開けれるやつ、あれからグレーターフィックス出ないっていうっていう問題もあったりしてるから、そこら辺も結構ですね皆さん気をつけていただいた方がいい匂いがとてもするっていうのがあるので、実はこのグレーターフィックスというかその装備周りが結構なんかね怪しい匂いになってるので、ちょっと気をつけてくれるとありがたいなって感じですね、みんなもね。であの今回一応直ったのは、修正されたのはドロップの問題で、装備品でアクセサリーばっかりドロップしてたのがちゃんと防具とかも合わせてちゃんと均等な形で落ちるようになったというところですね。まあこれでちゃんとレジェンダリーの化身とかがたくさんよりねちゃんと集まるかなっていう感じですね。なのでまあそこら辺でですねぜひね皆さんね、あの今現状としては、まあ、なんか装備がねユニーク装備がグレーターフィックスやあとは名工品生成でスキルの部分とかあのパーセンテージが上がるはずの部分が上がらないとかっていう問題があったり、
であとはあのさっきのこの賢明なる心みたいなこのスキルみたいな感じで自分たちがそのパッチノートで後出しで出したんだけどそこの後出しに追いついてないみたいな感じになってる。であの前のパッチノートの中身になってたりとかがあるのでちょっとそこら辺でまだちょっとなんか情報整理がされてないのかもしれないし本当は裏側ではこれもしかしたら60秒になってるのかもしれないけどちょっとねまあ、なんて言うんですかね結構ライフの 20% 以上一気に食らうとかっていうのはだいぶ忙しい時なんであんまり見れてないんであれなんですけどまあそんな感じっていうところですね。ただ記載としては昔のパッチノートの中身になってるとかっていうところとかあとはグレーターフィックスが出づらいっていう感じかな。でまあ一応ねここら辺のフォローするとすればハーカルの賜り物だっけこれのフォローするとすればティア20の報酬受け取った後も実はあのプラスアルファでプラスアルファでっていうか無限に報酬受けてられるから一定のこの賜物を集め続けることによってあの次の賜物までいくつみたいなのが無限に続くことができて何回も何回もゲットできるから報酬っていうのがあるからもちろんね3000ダル交際とかは無理だよなんだけどっていうところかな。で一応ポイントとしては別キャラで3000ダル交際は1から始まって取ることはできるんでまあそういうことも可能っていうところですね。なのでまあそういった、まあ、中身ではあるんですけどちょっとですね現在バグ速報パート3まで来てるんですけど実は現状そんな感じというところになってます。治ったところもあるけどまだあんまちょっと怪しいなっていうところも多いっていう感じで皆さん気をつけてくださいっていうところですね。最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてはですねシーズン5ねまあいろいろ言ったけど楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいかなり楽しいので俺的にはおすすめですっていうのがまず大前提ですね。なんですがちょっと気をつけないといけないところもあるとバグが結構目立つっていう感じなのでここに関してはね、まあ、ちょっと難しい部分であるのでちょっと皆さん気をつけていただいてっていうところでまあなかなかねちょっと難しいんだけど、まあ、そんな感じになってますっていうね中身ですね。まあちょっとここはねユニークをめちゃくちゃ大きく変えたからその後遺症というかそのまあなんかいろいろ大きく変えたせいで不具合が細かいところに出てるんじゃないかなっていうところとスキルに関しては PTR 後の正式なシーズン5パッチノートから後追いというか後出しじゃんけんでいろいろ変えちゃったからそこがなんか追いついてないのかなって思ったりもするのでちょっといろんな角度でねユニークめっちゃ変えたとか後出しでパッチノート変えたとかの影響がいろいろ端々に出てるっぽいので、まあ、そこはちょっと気をつけてねっていう感じかな。そんな感じなのでねちょっと現状としてはいろいろね問題が出てはいるんですけどまあ結論シーズン5は面白いので、まあ、ぜひね皆さんもねもし気になってたらやってみていただくと特に極限軍団とかめっちゃ楽しいからあとレベルアップめちゃくちゃ早いからかなり快適に遊べるんじゃないかなっていうところでっていうところなのでね一応現状としてはホットフィックスっていう感じで日々ねいろいろ2日連続ホットフィックス出しているって形で修正自体は早くね行ってくれてるのでまあいい感じにね修正してくれてるかなっていうのはあるんでまあ今後に期待というところであとはミッドパッチとかもあるので中間の大型アップデートとかで結構いろいろ一気に直したりとかもあるかもしれないのでまあ予定としては大体真ん中にあるので9月のね、まあ、初めの部分で来るんじゃないかなっていうところでは予想されてますのでそこでねいろいろねバグも修正されたりなんなら極限軍団がもっと美味しくなるかもしれないっていうねそんなやべえ情報も噂としては海外では出てますのでそこら辺ねどうなるか分かんないんですけどまあ一旦ねそんな感じで多分プレイしてて直結するいけてない問題は多分みんな知っといた方がいいかなっていうところで現状ね最新の情報としてはそんな感じになってますのでぜひね皆さんも気をつけてください。であとは何かあったらねコメント欄でねいろいろ書いていただければって感じでねいつもねみんなにはね情報共有してもらって助かってるんでまあなんかまたあれば書いてくれると嬉しいかなって感じで今日はこの辺にしておきましょう。感じで KTR ゲーミングですねディアブロ4のね動画サーバースラムの頃からやってますのでぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。